空きスペースに簡単クローゼット作っていくよ。設置箇所より5センチほど長めに縦棒の長さを調整します。足元がまっすぐになるように押し込むよ。もう1本も同様に設置してきます。縦棒が2本設置できた。横棒を支えるパーツをつけるよ。それから横棒を取り付けます。高さは後からでも簡単に調整可能。クローゼットが足りない時や一時掛けにとっても便利。 S 字フックを使ってバッグもかけよう。針があっても工事不要で簡単に設置できる。マットでおしゃれな素材感が素敵。楽天で購入できるので URL を貼っておくね。